12レース4号艇の細川優子選手です。よろしくお願いします。お願いします。初日前半は5コースから5着、後半は逃げての1着という結果でした。はい、初日のレース振り返ってみていかがでしたか？もう、まあ、ペラなりに反応してるのでいいんじゃないかなと思います。はい、今回手にされたのは2連対率3。9%のエンジンなんですけれども、1走目は何か調整をされていかれたんですか？ 前の人を信じていきました。そのまま行って、良くなかったから後半はペを叩いた。いや、よくなかったわけじゃないんですけど、はい、ちょっと自分と感じが違ったので、はい、後半は思い切って変えていこうと思って行きました。はい。その結果、良くなった部分、この辺りが来たなというのはありますかまあ、体感があってきたんでね、いいんじゃないかなと思います。はい。その部分があって、しっかりと逃げることができたと。はい、はい。前回、 使用された方は終盤にいわゆる窃盗交換というのをなさっていたんですが、はい、その整備というのもこう当たってくるというのもありますかまあそれを信じて乗るしかないので、はい、前の人を信じていいいきたいと思います、はい、2走目のプロペラの調整が良かったということで、ここから一気に波に乗っていきたいところではありますねあそうですね、波に乗れたらいいと思います、はい、このドリーム枠4枠ですけれども、細川選手らしいレースができそうな雰囲ですかねまあ堀ノ浦さんが、ね、展開を作ってくれれば、いいところに行けるんじゃないかなと思います。はい ありました。それではレースに向けての一言お願いします。はい、そうでするとしっかり走ります。応援よろしくお願いします。